プロパノータの自動演奏機ですけれども、こういった形にケース内に全てが収納されています。ケースを開けて、中のものを出してみるとこんな感じになります。まずこれが、くるくる回る部分ですね。で、それを支えるシャフト、これですね。で、六角レンチが2種類。で、これは、付属の USB ケーブル。一方のジャックは、まあ、こういったジャックになってます。これが差し込み部、まあ、電源部というんですかね。蓋、容器、こんな感じですね。それではセットの仕方ですけれども、もうセットも何もこの、シャフトをここに入れます。ねじって、ねじでねじになってますから回して入れます。別に最後までしっかり入れなくても何の問題ありません。で、ここの部分がちょっとこう切りかけになってますから、切りかけか、線はここを通してください。で、これ容器はまあかぶせてもかぶせなくてもどちらでもいいです。この蓋に関してもつけてもつけなくてもどっちでも問題はありません。で、あとは楽器を、この楽器の底が丸い穴が開いてますから、上から入れると、こうですね。入れた状態がこんな感じですね。で、これらじゃない、これ。下に穴が開いてます。で、ここにネジがついてます。で、これをちょっと緩めてしっかりと差し込みます。で、これで OK ですね。で、あとは、ちょっと待ってください。あとは電源を入れるんですけれども、これは、モバイル用のバッテリーで、このモバイルバッテリーは付属しませんので、これは今皆さんがお使いのものだったり、まあ、あとはお持ちでない方は、ちょっと購入するなりして用意してください。ここに差し込みます。で、これでスイッチを入れれば、まあ、スイッチを入れて、ここに、スピードコントロールのつまみがありますから、これを入れると本当の意味でスイッチが入りますので、回り始めます。一回切ります。それで、このモバイルバッテリーではなくても、こういったものですね、これは、まあ、100均なんかでも、これ100均で買ったのかもしれませんけれども、こういったものを使って動かすこともできます。それでですね、時としてちょっとスピードを緩めます。これワイ、ちょっと広げます。ワイヤーが、これワイヤーついてる。
ワイヤーがですね、この磁石にこうペタッとくっついてしまうことがあるんですね。こういうふうに。そうすると、ちょっと試しにスイッチを入れてみます。なかなかね、もう脱出できなくなりますから、そんな時はこう弾いてあげたり、あとは頻繁に、磁石に捕まっちゃうような場合は、ちょっとこの磁石をずらしてみてください。これちょっと当たってないので、なんか当たるようなところに、ずらしてみると、また音のもうちょっと上かな、具合が変わったりします。で、それで一つちょっと注意があるんですが、一回止めて、今ここの腕はこういうふうにこうアーチ状、山なりになってますけれども、これが例えば、水平だったり、もしくはこう低い角度に、なってしまったりすると、まずここがカチャカチャ当たってうるさいですし、で、時にはこれがここの中に巻きついてしまうことがありますから、この腕はこの時にこの付属のレンチを使って山なりにしてください。こんな感じですね。こういった感じで山なりにしている方が、動いてくれます。プロパノータの、自動演奏機の説明でした。今捕まってる。脱出できるか。おー、いけましたね。動きをコントロールするのは、難しいですね。もうランダムに、任せるしかないと思います。